どうも、こんにちは、ジョニーでーす。イエーイ。ちょっと今日はですね、明治大正の女学生をイメージして女装してみました。まあ、カツラと、あと、まあ、着物と、あと、この髪飾りですね。これだけで、メイクはしておりません。で、髪型はちょっとこういった、なんて、ハーフアップっていうんですかね。ちょっと女学生をイメージした髪型してみました。で、この、ちょっとなんか、当時の雰囲気が出るメガネ、丸メガネもかけてます。今日はですね、ちょっと、おばあちゃんにドッキリを仕掛けてます。名付けて、気づいたら、突然、リビングに、明治大正の女学生がいるドッキリです。ね、おばあちゃんがリビングに入って、リビング覗いたら、突然、こういった格好した人が、まあ、ソファに座っているっていう。で、その時のおばあちゃんのリアクションを見るドッキリです。いや、楽しみですね。まあなんかこれまでも妖精ファッションとか言って女性用の浴衣を着てメイドさんのエプロンとかしてっていうのをしたんですけど、ここ結構ガチガチに女装するのは女装して家族の前に出るのは初めてなんで、ちょっと反応が楽しみです。では行ってみましょう。レッツゴー。タイミングがかかっております。ちょっと今日なんか台風の加減でちょっと風が強いですね。この結び目がちょっと真ん中にちょっとこっちにずれてしまっているのがちょっと心残りです。今、おばあちゃんが寝室に向かったっぽいのでリビングに向かいます。無事リビングに到着しました。あとはおばあちゃんが来るのを待つだけです。全体見るとこんな感じです。おばあちゃんが来ます。誕生日に買った。誕生日？うん。今年のか。うん。いや、その頭のやつも。そうやわ。いや、うん。いっちゃう。ちびちゃん。うん、好きやで。見えるな、見えるな、これ見えるわ。ここなら大丈夫じゃん。びっくりさせたかったね。いや可愛いやろ。おそらさ、袴高いわ、それ。買ったんかよ。高くないって、これ。でもいいやんちゃう。可愛いやろ。そんなもんことするなら、そういうあれに入れんやろ。何や、あれって。何ちやん、劇団劇団はやらんけど。劇団ちゅんか、芝居のやつに。こういう格好してバンドしたい。バンドみたいなもんねえの。いや、こういう格好しちゃっていいやん、別に。そんなことするもんおらへん。おらんでやるんや。おらんでええんや。かわいいやろ。かわいいかしら、おかしいやん。頭おかしいと思う。頭を、前からおかしいやん、頭は。俺が頭が良かった時なんか一回でもあるか？一回でもまともな時じゃなかったやん。びっくりした。びっくりはせんけんど、その、また。